今日ラストだ。今日ラスト。もうあの疲労の色が濃い。さっき。さっきインフェルノに負けてきた。そこまでノーゴンで言ってたのにインフェルノに負けてきた。精神的にきついものがある。今日はキリクです。もう何度目かキリクを使っております。いいとこまで行くんだけどね、なんかね、あともう一歩押し切れないっていうかさ、なんか押され弱さがある。押してるうちは強いんだけどさ、押してるうちは強いんだけど、一旦こっちがこう劣勢というか防戦一方になってくると、そこからなんか巻き返せないというか、そういう噂がある、うん、不思議なんだけどね。まあまあ見ててくださいよ、ここまでのあの修練の積みっぷりが、釣りによって。負けることはない、負けることはない、こんな序盤で負けることはない。こればかり出してるのに理由がある。上、うわ強いな。強くはないわ。こっちがあのちゃんと戦おうとしてなかったのがいけん。これがね、なんかしっかり出なくちゃいけない技なんだけど、これが出ないな。よし、気合いでいくぞ。まあキリクってキャラはなかなかあの使いやすそうに見ると使いにくいね。一見使いやすい、これだけ長いからさ、割かしこう削りうまそうに見えて、まあうまいんだけど、実際削りはね。だからただ削りはうまいんだけど、どれでこうダメージを稼いでいくかっていうのはいまいちこう分かりにくいっつうか。なかなかね、またどの技を当てていっていいのかよくわかんないですよね。当たるのもちゃんと当たるのもあるんだけど、長いかな、長くてこう長くてこう、まあ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 、あのまあ見ながら解説していくわ。ちょっと距離があるとね、戦いも安いんだけどね、一旦なんか中に入られると遅いんかな、出が一発一発のね、懐に入られると非常に弱い感じだし、そしてなんかそれを補うためか、キャンセルとか途中で動きが変わるような技が多くて、それがね、分かった上で出せるなら強力だったりするんだろうなって思うんだけど、もういかんせんこうなんかの技のキャンセルだからか知らんけど、ダメージが抑えめというか、で非常にトリッキーな技が、トリッキーというか相手を場外に落とす技が発達している。今結構いい連携だったんだけどな。終わり。これもなかなかすごい技だよ。わかんないと思うんで、見てる側は。これ前突きをキャンセルして下段に行くっていう技なんですよ。これが普段の前突き、これも非常に発生が早くて当てやすいんだけど、これをキャンセルして下段に行くっていう、これがある。これまあ当たんなきゃ意味ないんだけどね。
強力だな。何が強力ってこともないんだけど、投げたかった、こっちが先に投げたかった。えいくそ、うぐえ。ひとたびこちらがなんかこう考え出すの負けるね。今投げられそうな気がした。ガードのままだったらその予感は多分当たってた。よし、まあ使っていこう。ジャンプ縦切りも使っていこう。禁じ手に近いような気がするけど、よしよしよし、ここまで来た。まあやっぱ基本的に長いよね、武器が。マキシあたりからすると羨ましいんじゃないかっていうぐらい。うわ、結構は差があったのが詰められたな。下段分かっていた。よし、まあまあまあ、マキシだから当たる。よし、マキシだから当たる。当たるか。うわ、ちょっと強い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 。うわ、よしなかなかスリリングでよろしいことでございますな。もうちょいもうちょいもうちょい。まあ、あのな、上級、中級から上級者向けかな、キリクは。初心者はね、あまり扱わない方がいいと思う。技が非常に難しい。何から何に出るのかが非常に分かりにくい上に、なんか技のつながりとかあんまりなくて。マキシの対局だな。対局ってことじゃないけど、なんかこの時にこの技が出したいっていうのが、これもやっぱ知っとかないと出ないというか、それが出たところで発生が遅いから。うげへ、うわっ、たぶねえ。うわ、これを、まあ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 、これで決まったと思ったな。スネをつくのが飛ばしちゃった。まあいいか、このままインフィールドもいっちゃうよ、いっちゃうよ。こっちの手が読まれていたか、手の内が。このまま爪を、だったっだった、侮れんな。リザードマン超強力だぞ、超強力だぞ。なるべくなら戦いたくないリザードマン。間に合うからな、いろいろなものが。届いちゃう。ここでコンティニュー剣使います。きついな。多少の軸ずらしは意味がないという感じかな。早い。
シャンファ。卑怯、卑怯者と笑えば笑え、勝つためには何だってするんだ。それが人道ってやつだ。人道ではない。それはもはや人道ではない。勝った。卑怯者と笑えば笑え、笑わば笑え、勝ったものが正義だな。長いものには巻かれろってねって言うからね、マキシは。滅してなお勢いをやめない邪剣の炎は再び世界に散ろうとしていた。キリコは力強くしかし静かにつぶやく。オン・バサラ・ダラマ・キリーク。彼の身を守っていた滅法鏡が弾け、同時に邪悪なる炎は封印された。度重なる激闘の末、彼は内に潜む邪気を抑える術を身につけていた。それに甘んじることなく、さらに過酷な修行に身を置くキリク。地が果て空が始まるこの場所で、彼の僧帽は遥かなる早急を映した。